まあ、今日の話講義始めた後でしますが、まあ、インテグリンの構造変化っていうのが細胞接着っていう、まあ、今日はそういう話なんですけど、今日の話で、まあ、一番理解したいというか、その、まあ、インテグリンっていうのが細胞外のマトリックスのコラーゲンにこうくっつくんだけれども、それがまあ一つは2価のダイバレントカチオン、まあ、メタルだとか何だとかって言われてるものと、まあ、位置関係が変わってカチオンがあることが大事ということと、もう一つはまああの大きく構造が変わることによって細胞を貼り付けちゃうっていうんだけど、それがあのタンパク質のやっぱり2つの構造の間のスイッチをカチリと入れてるみたいなことがすごく大きいと思いまして、しかもこのリガンドのない構造ではコラーゲンと全く結合できない。だからコラーゲンが来て初めてこうオープンの構造になるわけですよね。これの、まあ、あの詳しくは私の説明よりも皆さんにあのメールで送ってありますんで、後でこういう文献を見ていていただいた方がいいと思うんですが、結局ミクロとマクロをつなぐっていうところで2つの方法があって、1つはマクロで見てくっつくとかくっつかないっていうのをやる、もう1つはミクロからやっぱり積み重ねていってこうどうくっつくかを見ていく。だから一番最近、例えばインテグリンとクリスタルストラクチャーってパブメドで入れていただくと、あのインテグリンを制御する薬のモレキュラーダイナミクスとかMM 計算とかそういう論文が多分一番最初にヒットしてくると思って、今はインテグリンってがんの一つのがんとかなんかのターゲットになってるんですかね、治療薬のそういうものが出てきます。だからあの構造変化の話とそのなんていうんですかね、あの細胞ミクロとマクロをつなぐ話が、一つはまあこの教科書はまあ古い本だから、まあ、古いっていうとあれですけれども、もともとマクロの方からスタートしてきてるからミクロの現象の構造の方はそんなに入っていないけれども、今はミクロの構造からだんだんマクロの現象へ行くと、そこに分子のスイッチがいっぱいあってっていう話が今日の話。それから今日話講義始めちゃう前にもう一個言っておきたいのは、なんていうんですかね、あの細胞がこうなっているときに、まあタイトジャンクションと、まあそれからヘミデスモソームとかそれからアドヘレンスジャンクションとかいっぱいこの細胞同士をくっつけるのが出てくるんですが、おそらく同時につくんではないんだと思うんですよね。最初に何かがこう細胞同士をくっつけて、その次に別のタイプのものが出てくるみたいなことで、そのやっぱりダイナミズムとして理解していかないとこういう構造ができていくっていうのが分かりにくい。だからミクロからマクロへ理解するのも、なんか本当は最後は細胞のメンブレンのモレキュラーダイナミクスみたいなのがあって、最初にここがこうくっつくと次は違うものが、それで、あの、なんか実際に後で出てきますいろんな結合っていうのも、ホモトロピックのとヘテロトロピックなのがあるんだけど、こういうのでホモトロピックの後にヘテロトロピックっていうと、片側の方にはあのヘミデスモソームでデスモソームのあるタンパクがあって、反対側にはヘミデスモソームのこの違うタンパクが来るっていうと、同じものがくっつくのと違うものがくっつくのと、また同じものがくっつくものが次々出てくるというと、おそらくダイナミクスで一番最初に強くくっつくものがあって、それからその脇にきっと分子が集まってきてこう作られるものができて、また最後にそれを閉じるものができていくっていうような現象があるんじゃないかということを考えさせます。それでまああのこの教科書の中では全部の分子がまあ割と羅列的に出てきて、まあ、細胞外マトリックスがいっぱいあるということが出てきますが、その背景にどんなものがあるかっていうことを少し類推していただくと、もうちょっと面白くなるんじゃないかというふうに思います。それで前回は細胞膜の話をしましたが、今日は最初はと動物と植物の
ものからスタートしまして、まあ植物っていうのは結局まあプラズマメンブレンの外にセルウォールですね、細胞壁ですか、これがこうありますからがっちり固まってるのに対して、動物の細胞はまあ分泌されたマトリクスタンパクのところへこうくっついて、また隣の細胞とこうくっつきますよみたいな構造になりますんで、最初細胞壁の構造から話がスタートしています。それでフィギュア 14-1572 ページからスタートしますが、フィギュア 14-1 で細菌の細胞壁というので、まあ、グラムネガティブとグラムポジティブというのが出ています。それでグラムネガティブはアウターメンブレンとプラズマメンブレンの間に細胞壁があると、それでグラムポジティブは細胞のまあ壁が非常にこう厚くなっていて、その下にプラズマメンブレンがあります。それでよくエンドトキシンとか、まあ、リポポリサッカライドとかそういうのはこのグラムネガティブのですから、まあ大腸菌もそうですよね。大腸菌から作ると、まあ今杉山さんなんかがスレプタービジンでエンドトキシンを除くっていうので苦労してやってますが、これは大腸菌のアウターメンブレンの中にリポポリサッカライドがいっぱいあって、それがエンドトキシンの正体ということになります。それから次にフィギュア 14-2 では今度はペプチドグリカン構造っていう大腸菌のですね、やっぱりそのところが出てまして、これはまあそこに出てますが、その抗生剤の標的っていうのはこの 14-2 のやっぱり細胞のこのペプチドグリカンっていう構造が、まあ、今抗生剤の非常なターゲットになって、それでこれは4個のペプチドに、まあ、糖鎖がくっついたような格好になって、それが次々クロスリンクされる。それでこの黄色い丸のところは、その一部に4アミノ酸のものが、まあ、クロスリンクされていて、それ同士がくっついて、まあ、ペプチドグリカンっていうのを作っていくっていうところを示しています。それから今度はフィギュア 14-3 の、まあ、ポリサッカライドというのは、まあ、ここにはキチンとそれからセルロースと出ていますが、そのこれも、マイクロフィブリルですね、それにくっついて、まあ、セルロースのチェーンがあるような格好で、キチンっていうと例えば卵の殻なんかもこれになるわけですかね。それからいろんなもので使われますが、そういうものがまあできていく。だから細胞のまあ壁のところに、細胞の壁とかそれから細胞の外へ出ていくところにいろんなものが作られているっていうことであります。それでそれのもう少し様子が次に出てくるのは、ヘミセルロース、これはグルコースの背骨の上に、まあフィギュア 14-4 キシロースとか、まあ、その他のものがフコースとかがこう並んでいるというもの。それからペクチンっていうのは例えばリンゴやなんかにあって、最近はセシウムをよくくっつけるっていうんで、セシウム除去にも効くんじゃないかとか言われてる、そういう成分がフィギュア 14-4 の右側の方に出ています。それでフィギュア 14-5 はこの植物の細胞壁がどんなになってるかっていうと、まあ、ミクロフィブリルとヘミセルロースっていうのをペクチンがクロスリンクしていると、ですから、まあ、ミクロフィブリルがとそれからまあヘミセルロースっていうのが、まあ、このペクチンは何色で書いてあるのかな、赤いやつか、赤いやつで、フィギュア 14-5 ではまあ、細胞壁が作られているのがミクロフィブリルのタンパクと、そこにヘミセルロース 14-4 で言ってたやつですね。それから、まあ、ペクチンがクロスリンクするために働いているみたいな構造が書いてあります。それからフィギュア 14-6 は今度はプライマリーとセコンダリーのセルウォールということで、これはですね、いろんな植物をバイオマス発電したり、それから植物、まあ、今グリーンエナジーといって植物をいろいろ使おうとしてますよね。それで一番問題になるのはこのフィギュア 14-6 の下にあるリグニンっていう
ところの構造で、二次細胞壁って非常に分解しにくい。セルロースの方は上で見るとプライマリーウォールの方は割とばらけやすそうで、すぐあのセルロースになっちゃうとですね、セルロースぶった切っていくと意外とあの石油化学って化石燃料でやりますよね。それに対してグリーンのまあケミストリーでやるっていうとセルロースを使って炭水化物を作ろうっていうのが今あれなんですが、一番そこで引っかかっちゃうのはリグニンが分解できない。だからコストがすごくかかっちゃうっていうんで、このセコンダリーセルウォールをあのなんていうんですかね、簡単に分解できるようなあの酵素を見つけたりとかなんかできたりすれば、これはあのグリーンエナジーとか、それから、石油化学工業を植物化学工業にできちゃうっていう一番の、それで今一番そこで引っかかってるのはリグニン、フェノール基を持つんですよね、リグニンはね。それでそこのところをうまく分解するっていうことができるかどうかっていうのが、石油化学工業が植物化学工業になるかもしれないっていう境目になっています。それから、フィギュア 14-7 はこれはあの植物の細胞が、まあ、水圧っていうんですかね、テルゴールですかによって、まあ、水がいっぱい入ると中の、まあ、浸透圧の関係でこの大きくなっていくっていうことで、まあ、あの植物がピッと立ったり水がないとへちゃっとしおれたりっていうのの、まあ、細胞壁がある中でも原因になっているっていうことであります。それであの植物が伸びていくときには、その細胞膜のセルロース合成酵素が、まあ、UDP グルコースからセルロースを作り出していっちゃうということで、 14-8 にこのセルロースのミクロフィブリルができていくというところを書いてあります。これがあのセルロース合成、細胞が大きくなっていくときに、まあ、こういうふうにどんどんできていきますよっていうことであります。それであのセルロース合成酵素と、まあ、マイクロチュブールが植物では同じところにあって、まあ、あのフィギュア 14-8 みたいなのが本当ですよという一つの証拠は 14-9 で、この緑のまあ、セルロース合成酵素とそれから赤いチューブリンが一緒のところにあって、これをマージすると同じように見えますよということで書かれています。これがまあ植物の細胞壁っていう話でして、植物の細胞壁が、まあ、あの植物の場合は細胞壁同士でまあ一つ固めて、いろんな何て言うんですかね、適応反応っていうのをやっているというのに対して、動物の方はちょっとこういう細胞壁を持たない。それでどうやってじゃあ動物が構造を取るかっていう時に、細胞同士がくっついて一つは上皮構造っていうのを作る。それから上皮構造の下に、まあ、あのベーサルラミナっていう、まあ、基底膜、ベースメントメンブレンって昔は言われたんですが、そういうものが大事ですよっていうのが今度は、フィギュア 14-10 になります。動物の場合に、植物の場合は細胞壁ができて後で述べますが、実はですね、植物の場合は ER 同士がこうつながっています。それで細胞壁ができてもよく見るとこう隣の細胞との間にこういう構造があって、実際にはつながっているって後で出てきますが、動物の場合はやっぱり上皮細胞っていうのがこうあって、この下に基底膜があるっていうベーサルラミナというのがあるというのがすごく一つの基本になります。だからこの上皮構造が成り立つかどうかが、例えば最近なんですか EMT とかいうのは、これはまあ上皮をエピセリアルっていうんですが、まあ E がエピセリアルで、まあ、メゼンカイマル、こっちの方のいろんな細胞とトランジッションしてっちゃうと癌化しちゃうっていう、そういう話になるのは、この上皮の構造っていうのがやっぱりすごく大事だっていうふうになります。それであの次の上皮の構造と入る前に、まずじゃあ一体どんなベーサルラミナとかそういうところとか、いろんなマトリックス、ここの間を埋めるタンパクがどういうふうにここから分泌されてどんなものがあるかっていう話が最初に出てきます。それで多細胞構造を見るのに、人間の体の中で一番多いタンパクはコラーゲン、
それでコラーゲンはそこに出てますが、一つの特徴としてはグリシン XY、グリシン XY っていうのが、まあ、XY は任意のアミノ酸で、これがずっと続く。だから人間の体の中ではコラーゲン一番量多いですね、タンパクとしては。それでそのグリシン XY で一番典型的なのはグリシン、プロリン、プロリンで、3番目のプロリンが、まあ、2番目とか3番目のがヒドロキシプロリン、3番目がなることが多いですね。ここに書いてあるのではグリシン、プロリン、ヒドロキシプロリンということで、あのプロリンの、まあ、ヒドロキシレースっていうプロリルヒドロキシレースっていうのがあります。それからプロリンをヒドロキシ化するだけじゃなしにリジンの、リジンのやっぱりハイドロキシレースっていうのもあります。まあ、OH をくっつけるということでそれらが役割を果たす。それで、14の1、コラーゲンのファミリーで、まあ、あのこういう繊維状コラーゲンとかそれから繊維にくっついてるのとかの他にですね、ネットワークフォーミングっていうタイプ4コラーゲンっていうのが書いてあります。だから、コラーゲンの場合にはこう、まあ何て言うんですかね、三重鎖でヘリックスを作るんですが、うまく書けなくて申し訳ない。ネジ3本がこうゆっくり回っていって、あの三重鎖を作るっていう繊維状のコラーゲンで、これはアルファヘリックスが巻いていて、このアルファヘリックスのこっち側にロイシンとかイソロイシンとかなんかの疎水性アミノ酸が集まって、外側にリジンだとか D とか E の極性のアミノ酸が集まって、これで3本が、まあ、構造を作るっていう、そういうコラーゲンが基本なんですが、それ、フィギュアの 14-13 コラーゲンの繊維っていうのが出てますが、それと一方で、フィギュア 14-14 はそうではなしに基底膜のコラーゲンってなる。基底膜コラーゲンはこういう構造を作るっていうのの他に、なんかあのコラーゲンの繊維がメッシュみたいにこうなんていうんですかね、こういろんな網の目みたいなこうネットワークみたいなのを作っている図がそこに書いてあります。それでタイプ4コラーゲンはそのここにですね、ノンヘリカルストラクチャーでインタラプトされてたり、このタイプ4のコラーゲンがこういうメッシュみたいな、それでこれはすごく大事でして、さっき言った細胞がこう上皮の細胞がこうある下にコラーゲンがこうネットワーク、タイプ4のコラーゲンがネットワークを作って、これがベーサルラミナー、あの基底膜のところの一つの、まあ何て言うんですかね、コラーゲンの構造。それでコラーゲンに加えてエラスチンっていうタンパクがあって、これはあの伸びたり縮んだりっていう時にも大事なんで、エラスチンとコラーゲンとで、まあ、あの伸縮が激しいところ、例えば血管の動脈だったらこう拍動したりとか、そういうのある動いたり拍動したりする細胞のところでは、まあ、エラスチンも大事な役割をします。それからあとマトリックスでもう一つ重要なのは、まあ、あのフィギュア 14-15 に出てますが、グリコースアミノグリカンっていうかな、まあ、あの糖鎖のくっついた、まあ、あのタンパクが重要な役割をします。それでこの糖鎖のくっついたタンパクは、例えばこういう細胞の外側に出ていって、まあ、あの例えば軟骨やなんかですよね、そこに出てるのは、フィギュア 14-16 には、アグレカンっていうコアプロテインにこんな風に糖鎖がいっぱいついてる図が書いてあります。それでこれがですね、このまたヒアルウロン酸ですかにこうくっついてコネクティングタンパクで、これがいっぱいあって、それであの
僕らも外来でですね、80歳過ぎぐらいの、もう私も80近くなってきちゃうけどとか、まあ、皆さんよりそっち近い方になってっちゃうけれども、60超えるぐらいになると軟骨突然ある日膝が痛ったっていう、まあ、運動選手なんかでも使いすぎるとこういうのが擦れてなくなっちゃうとですね、ダメだっていうんで、それでそうすると何やるかっていうと膝にヒアルロン酸注射とかするんですよね。そうすると運動選手なんかでもみるみる良くなっちゃうっていうのは、ここに出てるこのアグレカンっていうんですか、構造14-16に出てますよね。そのヒアルロン酸を中、まあ、なんていうのかな、入れてこのアグレカンの、まあ、集まった集合体の形成を促して、それで軟骨同士がこの集合体があるとですね、実にまあアグレカンのコアが分子量25万だと、ここに100個以上のコンドロイチン硫酸がくっつくと総分子量が300万になって、これがまあヒアルロナンっていうのにくっついていく と、分子量が1億以上になるから、だんだんミクロからマクロの間ぐらいのものができていって、それが集まって軟骨同士がこう、なんていうんですかね、うまく動くようにという、で運動選手とかお年寄りでこういうのが削れちゃってった場合も、それを、まあ、再生を促すっていうか、この動きをまた良くするっていうのを、それで新聞広告見ても口からヒアルロン酸飲めばいいとかいっぱい出てますけど、あれ飲んでそのまんま軟骨にとてもいくとは思われないんで、なんかわけが分かんない宣伝だという気がしないでもないですが、こういうまあ学問的にいいものを見るとすぐ使いたくなるっていうのは人間のまあ習性というものであります。それで次にですね、今度はマトリックスアドヒージョンプロテイン、マトリックスといろんなものの結合を促すタンパクっていうのが出てきます。それでそれの代表がですね、フィギュア 14-17 に出てくる、まあ、ファイブロネクチン、ファイブロネクチンがなんでこのいろんなのの、まあ、なんていうんですかね、代表的ですかねっていうと、この構造の中には例えば SS 結合でこうファイブロネクチンがくっついてるわけですが、ここにまずプロテオグリカンの結合配列があると、それからこの辺に細胞がくっつく配列がありますから細胞がこうくっつきますよと、それでこっちの方にコラーゲン結合、そうすると細胞が直接例えばコラーゲンにくっつく場合もありますし、それから細胞がファイブロネクチンをくっつく介してくっつく場合もありますが、プロテオグリカンコラーゲンという代表的なものと細胞とを結びつけて、まあ、このファイブロネクチンのどんなタイプのがどの程度あるかっていうことがやっぱり細胞の、まあ、問題すごく大事になってきます。それからそれと並んで、ラミニン、ラミニンもやっぱりファイブロネクチンと並んで大事でして、これもいろんなものとくっつきます。それでフィギュア 14-18 で見ていただきますと、アルファチェーンとベータチェーンとガンマチェーンがありますが、例えばベータチェーンのところを見るとコラーゲンバインディングだとか、ガンマチェーンの方を見るとエンタクチンバインディングだとか、それから合わさってるところを見るとセルバインディングで、アルファチェーンの一番下の方を見るとまあ、プロテオグリカンバインディングということで、このいろんな細胞外のマトリックスをそれぞれくっつけるっていうタンパクがいっぱいあります。じゃあ細胞の方でこれらにくっつくこういうファイブロネクチンとかコラーゲンとかラミニンとかそういうのにくっつくのが何かっていうと、細胞の方でくっつくのがまあそのあれですよね、まあ、一番大きいのがインテグリンっていうことになります。それでインテグリンは例えば、まあアルファベータからなりまして、まあ構造はここにアルファとかベータがまあくっついてる構造が書いてありますが、このアルファーサの方で見ると例えばアルファの1,2,10,11っていうのがコラーゲンと結合すると、それからアルファの3,6,7とかがラミニンにくっつくとか、それからアルファの、まあ、5,8、それから何て言うんですかね、これは V でいいのかな、そういうのは、まあ、RGD っていうアルギニングリシンアスパラギン酸ですか、
と結合する、そういう3アミノ酸を認識するようなもの。それからもう一方でですね、白血球に特異的なレセプターというのもありまして、 β2 と αLMXD とかそういうものもあります。ですから組み合わせでいろいろ違ってくるんですが、アルファベータの組み合わせで、14の19に出ていますが、インテグリンは大バレントカチオン2価の陽イオンがアルファ酸のところでくっつくところが3つあって、それでマトリックスバインディング、これちょっと直感と逆で、これはインサイドが上になってますから細胞外の方にマトリックスバインディングのところがありますね。フィギュア14の19、それでこのフィギュア14の20を見ていただきますと、接着板とそれからヘミデスモソームっていうのの2つがインテグリンで書いてあります。それで接着板の方はフォーカルアドヒージョンを形成して、これは飯島さんなんか前柴崎先生とやってたビンキリンとかアクチニンとかタリンとかがこうくっついて、エクストラセルラーマトリックスがにこのインテグリンが結合すると、そのシグナルが細胞内に入ってきます。それでこの細胞内のシグナルは来週15章のところで話し始めますが、実際にはなんかインテグリンシグナルってすごくいっぱいのものに関わってまして、だから多分インテグリンの受容体が単独で働いてるんではないと言うんで、川村先生がいいんですかね、インテグリンのシグナルって他とクロストークしているとか、だから例えばここでいくと PI3 カイネースと AKT っていう、穴井先生のやってるところようなところではセルサーバイバルだとか、それから ANF カッパー B だとか転写の制御、それからラスとか PKC、ラフ、アーク、ジュンク、サイクリン D1 で細胞のプロリファレーションと、それから CDC42、ラック、ロー、パックなんかで、サイトスケルタルのオーガナイゼーションとか細胞の動きに関わりますよと。でこのインテグリンのすぐ下のところには、PLC のガンマだとかいろんなものもくっついてますよということで、ビンキュリン、パクシリン、それからフォーカルアドヒージョンカイネス、サーク、キャスなんかいろんなものが関わってるということで、細胞の一大ネットワークを成しています。それで一般にはがん細胞ができるときにはアンカレージインディペンデントグロースって言って、普通は、細胞が生きていくのにはこういうインテグリン介したりしてマトリックスにくっついてないと生きていけないんだけど、がんになるとマトリックスがなくてもふわふわ浮いてんのでもどんどん増えてっちゃうっていうことがすごく大事っていうことになって、それさっき の EMT とかアンカレージインディペンデントグロースとかいう、かなりはこの細胞がこういう並んでこういうマトリックスの上に並んでいますよと、基底膜の上に並んでますよというものが独立してこう増えていっちゃうようになるっていうところが眼科の一番大きい。それでここへ入っているさまざまなシグナル経路、サイクリン D1 だとかいろんなものがどうして動いちゃうかっていうことが眼細胞になっていく上でもすごく大事になります。それでキーエクスペリメントっていうキャラクタライゼーションオブインテグリンっていうのは最初にリチャード・ハインズなんかが86年にインテグリンのクローニングした時に、最初はインテグリンの抗体でラムダ GT11 っていうのでタンパクを発現してクローニングやった時ですね。それ僕も86年は MIT にいまして、ハインズは隣のラボっていうかあれで一緒にこういうふうにフロアのミーティングやってまして、だからこのちょうどインテグリンをクローニングした頃はセミナーでこういうのをクローニングしましたよっていうですね、このタム君っていうのかな、ジョン・タム君っていうのが報告したりしてたのが懐かしい思い出であります。それから、その
フィギュア 14-21 で、今度はこれがインテグリンはインアクティブとアクティブなものがあって、これでまあアクティブになるとこのくっつきますよということで、まあそこをそれがフォーカルアドヒージョンという細胞をくっつけるところのものになるっていうわけですが、これであの今日の講義を始める前にお話ししました、このこれはまあ例えばこれで一番大事なのは黄色がリガンドなしのクローズドで、それで青がリガンドとくっついてる時のまあ結晶構造から見たやつなんですが、そうすると黄色から青にまあすごく大きい動きとして、例えばこの黄色いループがこっち側へぐるりと動くことによって、これが6番のヘリックスの一部になっちゃうとか、そういう構造がボンと変わりますね。こういうのっていうのはどうなんでしょうか。あのヘリックスを作りやすさっていうのはもともとアミノ酸配列には依存しないところもあるんですかね。あの周りの環境との関係でヘリックスの作るあれが変わるんでしょうか。それがドンとか、これは2種類のあれが結晶構造が書いてありますが、起こっていることは比較的似ていることがまああるんですけれども、左側の α2 の方がやっぱり動きがドラスチックですかね。 αm と比べて、まあ、あのメタルの移動とかなんかあれなんですけど、こちらのやっぱりコラーゲンとくっつくっていうところはすごく強烈にくっつくのか、構造変化がものすごく激しいっていうような感じがありますね。それでまああのさっき言った曲がってるストラクチャーと伸びてる構造っていうフィギュア 14-21 に書いてあるのは、今ここに出ているような構造の2つの、まあこれは結晶構造なんですが、これがまあ何て言うんですかね、あの変わこうインアクティブと、左がインアクティブとアクティブの構造変化みたいなものを示しているというふうに思います。それであのここにはあんまり書いてないんですけど、実はまあマトリックスのプロテアーゼっていうのもいっぱいあって、まあ、あのマトリックス例えばメタロプロテアーゼだけでも23種類ぐらいありますが、それがだからマトリックスの生成とそれから分解っていうのがすごく大事です。それで次が今日の講義で一番最後のところで、まあ、大事なのは細胞と細胞の接着がどのように起こるかっていうことで、まあ、あのフィギュアの14-2に、あテーブルの 14-2 588ページには、まあ、動物細胞のこの細胞接着因子のファミリーとしてセレクチン、これはカーボハイドレートを見ますよと、それからインテグリンはまあマトリックスやなんかをくっつけて、それでフォーカルアドヒージョンとヘミデスモソームというのを作りますよと、それからイミノグロブリンスーパーファミリーっていうのは、まあ、他のイミノグロブリンスーパーファミリーのタンパクとくっついたりいろんなものとくっつきますよと、それでカドヘリンは他のカドヘリンとくっつきますよということで、あの細胞の接着のいろんな要素が出てきます。それでフィギュア 14-22 は、例えば白血球が最初はローリングしている間に、最初のところではセレクチンが、まあ、あの内皮細胞の、まあ、カーボハイドレートを持ったような膜タンパクにくっついて、そのうちにインテグリンとアイキャムやなんかが反応して接着していくと。それで僕らが動脈硬化の研究をやってる上でも VCAM1 っていうのが一番大事で、だいたい血管壁に VCAM1 が発現してると、そこが後でプラークっていうのになってきます。まあモノサイトが入り込んで、いわゆるこう動脈硬化ができるっていうふうに考えられていますので、まあ、あのイミノグロブリンのスーパーファミリーとその相手の結合というのが大事っていうことになります。それから次に出てくる、まあ、フィギュア 14-23 はさっき言ってた、まあ、この細胞の接着のところで同じ細胞同士がくっつきますよっていうんで、これはまああのカドヘリン同士がくっつく、だから血管だったら血管で、まあ、V カドヘリンだとか、そういうふうにカドヘリン同士がくっついていくっていうことが問題で、それがアクチンのフィラメントを呼び寄せて、まあ、細胞接着をしっかりします。それからあのあとですね、
その次に出てくるのはデスモゾームっていうのがあります。それでデスモゾーム、先にフィギュア 14-25 を見てほしいんですが、ジャンクショナルコンプレックスっていうのが出てますが、これは、一番アピカルっていう細胞のこっちに近い方、アピカルに近い方にタイトジャンクションがありますよと。それでタイトジャンクションの下にアドヘレンスジャンクション、アドヘリンがくっつくアドヘレンスジャンクションがあります。それでそのこっち側にデスモゾームっていう構造がありますよってなってます。それでフィギュア 14-24 に戻ってほしいのは、デスモゾームはさっきちょっと違いますねって言ったのは、アドヘレンスジャンクションはカドヘリンだから同じもの、ホモトロピックですよね。それに対してデスモゾームはヘテロトロピックでして、片っぽが例えばデスモグレインなのに対してもう一方はデスモコリンっていうのをくっつけるというような格好で、デスモ、片っぽはデスモプラキンっていう細胞内タンパク、もう一つはプラコグロビンとかプラコフィリンっていうような細胞内のタンパクとくっつくっていうことで、違うものが出てきます。ですから、タイトジャンクションとそれからアドヘレンスジャンクションとデスモゾームっていうのが3つあるっていうのはすごく不思議ですし、どうやってこういう構造が次々出ていくかっていうことは細胞のダイナミクスでそのうちにやられる必要があると思っています。それで実際にはですね、タイトジャンクションっていうのもこういうふうにしっかりくっついてるって言ったんですが、そこの図で出てるみたいに実はタイトジャンクションもこう網の目みたいにこう作っていて、網の目同士で細胞同士が張り合わさってるっていう方が正しいっていうふうに今では考えられている。だからメッシュ構造みたいなのが何箇所かでこのくっつき合っているっていうことであります。それで14-26にタイトジャンクションを作っているタンパクとして、4回末貫通のオクルーディンとかクローディンっていうタンパクが書かれています。それでクローディンっていうのも、やっぱり細胞の種ごとに特徴的なものがいっぱいで分かっていまして、これが GO タンパクっていうゾニューラオクルーデンスプロテインっていうのをくっつけて、それがアクチンを引っ張ってくるってこと。あとジャムっていうイミノグロブリンドメインを持ったタンパクもタイトジャンクションに重要だっていうふうに分かってきています。それからあともう一個はですね、幹細胞とかいろんなところでコネクシン神経の細胞やなんかでもギャップ結合っていうのがあって、これコネクシンはいろんなタイプがあるんですが、これはフィギュア 14-28、今度はイオンが流れちゃう穴を作りますよっていうコネクシンっていうのがあって、それいろんなイオンがわっと流れていって、その電信、いろんなシグナルを伝えたりするという。それで594ページにギャップジャンクションの病気というのがあって、一番最初に分かったのはシャルコー・マリー・トゥース病っていう進行性の末梢神経障害なんですが、これはコネクシン32の障害っていうので、遺伝的異常っていうのが分かってきたんですが、シャルコー・マリー・トゥースが起こるのにこのコネクシンの障害と同じように格納ラミニン A っていうのも同じ症状を示すっていうんで、ギャップジャンクションと格納ラミニンの関係がどういうことなのかっていうことを結構話題になったりしています。それからその他にですね、耳の難聴の原因として感覚上皮っていうんですかね、いろんな聴覚やなんかに関わるギャップジャンクションコネクシンの26とか30とか、そういうのみんな難聴になってきます。で耳はやっぱり内耳のところの何て言うんですかね、リンパの流れをそのインナーヘアセルやなんか感知して、それで聴力として伝えてきますんで、その微細な流れをわっといろんな細胞が集中的に制御するっていう仕組みがすごく大事で、協調的に動くところがものすごく大事です。それで我々の耳って面白くてですね、ある音が気になるとそればっかり気になるというから、携帯電話が気になりだすと、あれはですね、内耳の中やなんかで一群の細胞がやっぱりある細胞が
発火しだすと、そこの周辺の、まあ、ヘアセルいろいろあるんですけれども、細胞が1個が刺激されると、その周りの細胞も感度が高くなって、全体にこの辺が関心を持つと。だからよくあの低周波騒音とか言って、夜中にこうエアコンなんか回ってるのが気になりだすと、その辺の周、まあ、気になっちゃうとか、そういうことがすごく実際には大きいというふうに考えられています。それで今日のまあ細胞のインタラクションのところで最後になってくるのはプラズモデスマータっていう、これはさっき最初に言ったあれですね、植物の接着構造でして、これはですね、フィギュア 14-29 に、まあ、電圏像プラズモデスマータっていうのが書いてありますが、プラズモデスマですね、すいません、プラズモデスマの方は 14-30 をちょっと見てください。これを見ますとですね、親細胞が2つの娘細胞へ分裂するときに、この分裂が不十分で、あの ER 同士がくっついて残ってるみたいな異常なことが起こっています。だから植物の細胞ってこう1個ずつ細胞壁で区切られているっていうんだけど、実は隣の細胞とのあれが結構残っているっていうことが少し特徴的だというふうに思っています。それで今日のお話の中で、まあ、細胞外のマトリックですか、ちょっとすごく動物の細胞でいつも思うんですけど、まあ、ここにタイトジャンクションがありますよと、それから同じ細胞同士がくっつくアドヘレンスジャンクションがあって、例えばアドヘレンスジャンクションでくっつくっていうことが血管の内細胞やなんかは一番大事で、 VE カドヘリン同士でくっつくっていうことがすごく大事とか、それからここにデスモソームという構造があって、ここはヘテロトロピックな違う分子の結合なんだけど、こういうのでしっかりくっ、それでフォーカルアドヒージョンというインテグリンが集まって、まあ、マトリックスタンパクやなんかとしっかりくっついて、マトリックスタンパクの中にまた組織形成のマトリックスタンパクがあって、こういうふうにまあ非常によく、なんていうんですかね、アピカルってあるこちら側の面の、例えば血液だとかリンパ液だとか消化管だとかいろんなものと向き合う構造と、それから横の細胞同士をこう結びつける構造と、それから下とくっつける構造っていうのがどういうふうにこう形成されていくのかっていう、膜のヒエラルヒーを持ったダイナミズムっていうのがやっぱりすごく、今までの分子生物学では、まあ、登場人物をいっぱい挙げていくっていうことがやられてきましたが、これから21世紀ではこの細胞の実際の相互作用の形成の順番とか、それが膜がどこが、例えばタイトジャンクションが先なのか、アドヘレンスジャンクションが先なのか、デスモゾームが先なのか、それともギャップジャンクションみたいなものが先なのか、それともそもそも細胞分裂するときに植物では最初からこんなふうに残ってますよっていう話を聞くと、なんか細胞の分裂っていうのが非常に不思議な気がしまして、それでこれが乱れたらがん化するっていうのはすごくなんかがんの発生っていうのも面白いっていう気がいたします。それでインテグリアなんかでの構造変化の大きさっていうのから、やっぱりこのフォーカルアドヒージョンっていうのを形成っていうかリガンドにくっつくっていうことがすごく大事なんですが、これがこういくシグナルがもう一つよく分かんないのは、インテグリンシグナルが全部いくし、アンカレージインディペンデントなグロースっていうのはがんの本命ですよっていうんですが、それがこう他の GPCR だとか増殖因子の受容体とクロストークしてるっていう、ここでもやっぱりヒエラルヒカルなダイナミズムっていうんですかね、このフォーカルアドヒージョンとかいろんなものが形成されていくときに、シグナル経路がどうやってクロストークしてるのかっていうのがやっぱり21世紀のかなり問題になってきます。そうするとこういうものが今まだ私たちが分かってないような細胞間のなんかクロストークっていうのが実際にはもっとあるんじゃないかという、
それが発生学的にクロストークがいっぱいあって、そのどれ多分なんかこういう構造がずっと出てくる、このフィギュア何番ですかね、3つ並んでた写真はフィギュア14-25ですね。こういう写真が示すところで見るこの順番っていうかヒエラルキーがどうやって形成されるのかっていうようなところが一つ解けていくと、そのモデルができるんじゃない、なんかパターン形成のモデルをこれからダイナミズムとして掴んでいくっていうのがないと、こういうものを今まではまあバラバラ一つずつこれががんのまあ標的ですよとかやってましたが、治療学の上ではおそらくこのどこを抑えれば本当のがんに一番効くっていう、インテグリンの方なのかこれなのか、出るたびにカドヘリンががんのターゲットであるとか、それからインテグリン、まあ今例えば我々の抗体プロジェクトでやってたやつも肺がんの治療薬でカドヘリンの抗体っていうのを富士フィルムがイットリウムくっつけて治療薬として使い出そうだとか、そういうのを言っていますが、またインテグリンのいろんなシグナルも眼科のすごく大きいっていう、そうするとこの治療標的っていうのをどこに定めて、まあ、細胞間のいろんなこのシグナルがどういうふうになってるかっていうところがまだこの絵からはさっぱり分かってこない、いろんなだから相互作用がいっぱいあるけれども、どれがどういう順番でいくかっていうことがこれからすごく大事になるんじゃないかというふうに思っています。今日は一応14章はこれで終わりで、次回は、15章の細胞のシグナリングの最初のところをやって、それでおそらく夏休みっていうか秋までしばらくお休みとなると思います。それで15章のシグナリングのところは実は、とっても大変なもんなんで、まあ、来週はおそらくシグナリングのイントロダクションで終わるんではないかと思いますが、秋の学期の中ではこのシグナリング、この第4部のところっていうのはセルシグナリングとセルサイクルとセルデスとリニューアルとがんっていうことなんで、いよいよまあ今までやってきたものをもとに、まあ我々のところでの生物学の目標は大きく言って、まあ、治療薬を作る上では一番目はこうがんやなんかの、まあ、病気の標的のマイニングと、それからもう一つはこの標的に介入することによって治療ができるっていうプルーフ・オブ・コンセプトっていう、この2つのところが生物学の人がやっていくすごく大きなことになって、そこにコンピューターの人とかケミストの人が治療の介入分子を作るっていうことが、まあ我々のラボでは一つ非常に大きな例になります。それで次回からは今までまあ説明してきたいろんな道具をもとに、まあ今例えばインテグリンだけでもこんな風にざっとなっちゃってて、みんなこう研究やってる人はこれこそ本当のモリキュールだっていうふうに言うんだけれども、病気の治療になるときにはどこが一番ポイントですかっていう話をやっていくようになります。それで一つだけちょっと言っておきたいのは、シグナルの話をやるときに一個いいテキストがありますんで、日本語で出てます。シグナル伝達っていう本で、アメリカの人が、シグナル伝達の本で、第2版って、ここにもしばしば見えてた梶郎先生亡くなられちゃったんですが、梶郎先生が翻訳されていて、それの第2版っていうのが出てます。それでもし夏休みやなんかに、まあ、シグナル伝達入り口であれなんですが、薬を作る上でキナーゼとかいろんなのを、まあ、これからじっくり勉強したいと、インテグリン相手の治療薬だとか増殖因子の治療薬 GPCR のまあことだとかいろいろやろうっていうには、このシグナル伝達の第2版っていう本がすごくいいと思いますので、生物学のこれからの勉強の上では、この本も参考にしながらシグナル伝達のことをやりたいと思います。それで次回はまあその夏休みへ向けてのイントロということをご紹介したいと。
今日は以上ですが、何か質問とか、その他、はい。はい。はい。植物はありますね。ガンというか植物の場合は非常に不思議で、カルス培養っていう不思議なガンみたいな培養、だから植物によくこうガンみたいなのできてくるのありますよね。タバコモザイクウイルスとか感染するとモコモコモコっていうのが出てきます。だから植物ガンの定義っていうのの話もちょっとなっちゃいますが、もしストラクチャーが乱れてこうインベーシブに増殖していくものが癌ですよというふうに言えば、癌っていうのもかなりあるとは思いますが、ただちょっと今の質問の正確な答えかどうか植物の専門家にも聞いてみまして、メールでお答え出したいと思います。あんまり間違えたことをお教えしては申し訳ないから。ストラクチャーが壊れた細胞増殖っていう格好はいくらでもあります。がんの定義自体がちょっと難しいかもしれないですね。危険種っていうのはがんになるんですかね。テラトーマとか、良性種。植物の場合は、このがんというのの定義を遺伝子異常が起きた細胞の集団というふうにして考えたときに、動物の場合には細胞壁がないので転移とかというふうに全身病になるので、なりますよね。植物の場合は全身病にならないから、うん、そこの部分だけが腐り落ちるとかっていうふうなことで格好になるわけですか。私も植物のよくわかんないんで、植物の専門の先生に聞いてみたいと思います。まあ、がんっていうのをどういうふうに定義してどういうふうに考えるかっていう問題にもなると思うんで、僕らもそういう意味ではもう一遍定義をはっきりしていかないといけない。まあ、このシリーズの最後のところでまたがんの問題が出てきますから、それまでにもう一遍しっかり勉強してお答えするようにしたいと思います。他に何か質問とか。細胞同士が結合して、その14の3であって ER 自体がもう結合しているような図になっちゃってるんですけれども、はい、どのあたりの分子まで細胞間に移動するんでしょう。例えばメッセンジャーRNAだとか。いやー、これも私にはよくわからないんで、それもちょっと聞いておいてみます。クリエイティングアチャンネルビトゥインザトゥーサイトゾルズって書いてありますよね、ここにはね。だけどこれも私自身この植物のこと非常に弱いんで、まあ、プラズモデスマっていうのがこういう構造があると言われたこと自体が、まあ、こういう勉強をやっていて非常に驚きですね、教科書で見ていて。それでこういうものが細胞分裂の時に本当に、まあ、こう完全に割れてるというイメージで考えていますが、なんか分裂の時からどうなんでしょうか。上皮系の組織が分裂する時にどういうふうに分裂して残ってるかというところは引き続き興味があると思っています。完全にもう真っ二つになっちゃってるのか、少しこういう名残があって制御されているのかっていうのも上皮組織のちょっと謎のところがあるかもしれないと。じゃあどうもありがとうございました。